会社週休3日の矢部美優と言います。お願いします。取引先との打ち合わせでういういしく名刺を交換するこちらの女性、18歳の現役女子高生、矢部美優さんです。やっぱり最初とかそのユーザーが集まるまでの期間っていうのはちょっと企画系を多くしていくとより効率的かなと私の中で考えております。矢部さんは去年4月全日制の高校から通信制の高校に転校。その後求人や PR 事業などを行う浜松市の株式会社週休3日に入社し、会社員として働き始めました。そこには高校生の間に何かに挑戦したいという強い思いがあったといいます。授業ってこう座ってノートをこうやって書いてたら50分終わっちゃうのがすごい、なんか自分的に時間がもったいないなって思ってるのがあって、自分から何かしたいっていう思いがずっとありました。矢部さんが就職するきっかけとなったのは若い世代に人気の SNS TikTok。5万人以上のフォロワーを持つ矢部さんですが、彼女が一躍有名になったのは2021年に投稿したこちらの動画でした。これは今すぐ辞める方法なんだけど、進路指導室で、アオシの夢すか、超チルなラッパー。動画の中で使われた言葉超チルなラッパーは2021年の TikTok 流行語言葉部門賞に選ばれ、動画の再生回数は900万回超え。若い世代を中心にバズったフレーズになったのです。超チルなラッパー、私も意味とかはぶっちゃけあんまり考えてなくて、自分の中でリズムが良かったからこうみんな真似してくれたんじゃないかなと思ってます。ここまでバズるとは思ってなかったです。この動画で自身の発信力に気づいた矢部さん、 TikTok の動画制作を仕事にできないかと考え、自ら地元企業に売り込み正社員として採用されました。動画だと視覚と聴覚から両方から情報が入るので、その分短い時間でたくさんの情報が入るので。そんな彼女を採用した株式会社週休3日の永井代表、矢部さんを採用した意図について。僕らの価値観とは違うものなので、やっぱり僕らの世代よりも、矢部さんとか、当事者の世代としてやっぱり作ってもらったり発信してもらった方が、確実にターゲットというかですね、若い方々に、要は Z 世代の方々に情報届くなというふうに思って、いますし、そういうふうに考えて採用させていただいたということですよね。実際に矢部さんが担当する仕事は、同行させてもらいました。訪れたのは浜松市内のベーカリー。よろしくお願いします。今日は TikTok の撮影に来ました。はい、はい、よろしくお願いします。依頼を受けたのは人気ベーカリーの PR 動画制作。店内に並んだパンだけではなく、外にあるパンの自動販売機も PR します。撮影するときに矢部さんが心がけていることは、見てるときに最初の2秒ぐらいでその視聴者の方が見るか見ないかを動画を決めるので、その時間でガッとつかめるようにアフレコだったり撮影だったりインパクトの強いものを入れるようにはしてます。撮影は会社に戻ってからも。今度はパンの試食シーンです。めっちゃ美味しいですこれ。めっちゃ食いしん坊。すべての撮影が終わると早速動画の編集作業に取り掛かります。使うのはスマホ一つです。さっき撮った動画をこう、構成的にいいかなって思うのをこんな感じで選んでいって、で組み合わせて入れていくって感じになってます。わかりやすく構成作って、これからこの動画をどういう感じにしていこうかなって考えます。動画の構成が決まった後は、矢部さんが一番こだわるというナレーションへ。パンのガチャガチャ。ここは浜松市東区原島町にある月のパン屋さんというところです。
納得がいくまで録音は何度も繰り返されます。この作業には1時間以上かかることも。自分の動画とかだとこういう言葉の言い回しの方が面白いかなとか、こっちの方が聞こえやすいんじゃないかなとかも結構考えるので、アフレコには1時間ぐらいかかったりしますね。自分が気に入らないと多分見てくれる人も気に入らないんで、結構何回もやります。最後に動画に文字を入れて編集作業は終了です。ヤブさんの個性が詰め込まれた完成動画がこちら。パンのガチャガチャ。ここは浜松市月のパン屋さん。店内には美味しそうなパンがずらっと並んでて、撮ってる間にお腹空いちゃいました。お店の外にあるパンガチャでは店内のパンがめちゃくちゃお得に買えるらしい。パンは冷凍されてこんな感じのパックに入って出てきました。入ってるパンの種類は毎回ランダムなんだけど、今回は私が好きなパンばっかりでした。気になったカレーパンを食べたんだけど、美味しいし可愛いし最高でした。みんなもよかったら行ってみてね。ヤブさんはこれからも TikTok を通して企業と若い世代をつなぐ存在になりたいと話します。まあ、企業の PR 動画だったりするのはやっぱり自分の個性を、まあ、できるだけ入れて、なんていうんですかね、若い世代がこうパッと見た時に、あ、見やすい、この企業の人は若い世代のことをこんなに分かってくれてるんだっていう動画にしていきたいと思っています。根本にあるのが人を幸せにしたいっていうことなので、自分にできることでもっとより多くの人を幸せに生きやすくしていく事業ができたらいいなと思っています。自らの夢に向けて歩み始めた矢部美優さん18歳。彼女の個性を生かした動画制作を武器に若い世代と企業をつないでいきます。